リスナーさんからもらったこのジッポライターも寿命なんだよね。綿も取り替えたし、全部取り替えてんだけど、ダメだわ。これ寿命だ、これ。ジャック・ダニエルライター。モコリに迷惑かけた？え、何？なんか迷惑かけた俺に。何のこと？なんかあった？モコリ。このライターもリスナーさんからもらって2年ぐらい経つのかな？ 2 年ぐらい経つ。綿も芯も全部取り替えたけど。ジッパー一生使えるはずなのにね。なんかオイルの減りが早いんだよね。綿の詰め方がダメなのかな？ずーっと使えるはずなんだけど。カエルは テル寝てるよ、テルが。ルーツいらっしゃい。もう寿命かな。いびきいびき。マジックペン持ってないな。ああ、いえいえ、マルキューさん知らないんだよ。俺、多分配信会で一番いびきうるさいから、この後迷惑かけるの俺だから。猛獣って言われてるんですよ。猛獣。全然気にしないです、全然気にしないです。俺、すごいよ、いびき。なんならね、歯医者、おお、俺ハンバーガーになる。全然フォローしてよ。全然全然。なんかちょっと気まずかったよね。青山リスナーさんもさ、ほら、ね、結構見に来てくれてたけどさ、捨て頃までは、やっぱ、ちょっとフォローできないみたいな空気あったもん。もともと仲いいんだよ。シャンピンだって疲れてるもん。寝てるよ。お疲れ、バーター。あー、いびき、よ、静かだけどね。いよいよフォローする日が。あー、ありがとう、マルキューさん。
3P とかしてない。あ、3ラウンドか。まあ、もともと仲良かったけど、なんかやっぱりもう、言葉がいらない仲になったよ。言葉がいらない仲になったね。みんなフォローありがとう。おい、またつ、タナちゃんいらっしゃい。ねえ、また飲もうね。モコリン。あ、モコリンか。サムネが違うから分かんなかった。この前ごめんねって、モコリンか。モコリンじゃん。モコリンフォローしてよ。あ、モコリンか。なんだ。ごめん。気づかなかったわ。モコリンか。楽しかったよ、俺。また飲もう。いや、別にモコリン粗相してないじゃん。お疲れ、マリモ。綺麗だったね。さあ、ありがとう、モコリン。おやすみ。あ、仕事なんだ、クソカスカオズ。頑張って。沖縄はいっぱい配信するよ。思い出残すよ。日課の、ちょっと、俺のリスナーさん日課のちょっと、写真撮影していい？写真撮影していい？ちょっと。俺のイケメンツイッター待ってるリスナーさんいるから、写真撮影するわ。あ、あくびちゃんいらっしゃい。はい、ワードツーゆいたろう。今枠開いたばっかだし。だいたい100、200ぐらいや。安定だよ、俺。フォローありがとう、エリちゃん。ちょっと待って、写真撮影するから。俺のツイッターみんな待ってるから。こうやって撮ってる。 今リアルなやつ見れたでしょ。ひげ剃ればよかったな。ツイートしよう。いびき？なんか音小さいな。プロパティ。
これでどうだ？聞こえる？どう？聞こえる？音、なんか音量のボリュームの調整難しいんだよね。テレと一緒だよ、今。大丈夫、オッケー。爆睡だね。みんなツイッターにあげたよ。完全にジュノンボーイでしょ。ツイッターあげといたから。これ女子が待ってるから、俺のツイート。俺のツイート、女の子たちが待ってるから。気持ち悪いって言わないでください。モリモリでしょ？モリモリ。毎朝起きた時と夜、必ず上げてんの、こういう写真を。だから、ちゃんとタグもね、彼氏とデートナウに使っていいよってちゃんとやってるから、見る？俺のシリーズ。ほら。こうやって、ほら。こうやって。起きた時と、寝る時に必ずやるっていうのは日課なんだよね。ほら。彼氏とデートなのに使っていいシリーズ。これ楽しみに待ってるリスナーさんいっぱいいるから、ほら。毎日やってるよ。日課だよ。ほら。そう。夜のお散歩真っ暗だもん。真っ暗よ、真っ暗。ひげは剃らないね。ひげは、俺ほら、今生えてる、ここまで生えるんだよ。汚い青ひげ。ここも生えてるし。だから、ここも剃って、ここ剃って、ほっぺた剃って、顎の下剃るっていう、このジョリジョリのやつね。星綺麗かな？見てみようか。ちょ、見てくるわ、星。
ヤシの木が生えてて見えなかった。 ヤシの木だらけだったわ。ヒゲ剃ってオカマ見たくなった。あー、そっちのパティーン。じゃあ俺と一緒に寝てる風で今日はサービスショットで行こう。バドーと付き合いたい女の子、よかったじゃん。今日は神回だよ。バドーと一緒に寝たかった女の子、こっち来いよ。ああ、こっち来いよ。シャワー浴びてこいよ。神回だよ、俺と一緒に寝たかった男もいんの。超サービスショットね。LINE 来すぎでしょ、あいつ。ピコンピコン。ヒカルくんもそうですね。人気配信者は寝るときピコンピコンうるせえんだよ、ほんと。人気配信者ほど携帯がうるさい。ワン太郎とかうるさくないからね。携帯鳴らないから、ワン太郎は。俺めっちゃ毛深いよ、ほら。めっちゃ毛深いでしょ。人気出てきた証拠だよ、テルも。女の子から LINE の嵐だよ。あ、そうなんだ。配信好きなんだね、多分。みんな寝配信見たい？寝配信見たい派？みんな。すっごいいびきうるさいよ、俺。青山とか日じゃないよ。見たい。あんまり。寝落ちしたらごめんね。いらない。のんちゃんいらっしゃい。のんちゃんありがとね。助かったよ。寝る？うん、ありがとう、エリちゃん。いびき捨て頃だよ。どっちのいびきが強えかっあれだったら本当にそっち用のカメラにするよ。定点カメラ見たい。 OK、 じゃあそれ用のカメラにするか。どっちのいびきがうるせえか今日決めよう。ちょっと待って、白黒つけよう。
んな感じかな。こんな感じでどう？サブちゃんおはよう。これでいこうか。これで OK？ みんな。OK？ いびき対決。音は聞こえてる？音聞こえてる？アングルオッケー。ちょっとなんか画角がおかしいんだよな。いい感じ。テルのいびき聞こえてる？今。もうちょい音量上げるか。じゃあ、みんなおやすみ。面白いな、これ。これは面白い。
やばい。音結構拾うな、これ。俺相当ここで喋ってるからね、ボソボソこの辺喋ってるよ。すげえな。みんなおやすみ。こっちでコメント見てる。今のあれ、寝てたかって、みんな、配信気づいてないから今の夢だからねすごいよね、花火だったら反応したからプロ配信者すげえな寝てっかん奇跡だな、プロだわ。夢の中で花火に反応したから。すげえプロだ。今寝てたんだよ。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。